まあ、問題ごちゃごちゃ言ってるけど、要するにこういうことだよね。ってことで、こんにちは。学習塾1945だ。問題はこちら。まずは一時停止をして解いてみてくれ。じゃあ確認だ。なんかごちゃごちゃ言ってるけど、要するに卑弥呼を選べばいい。卑弥呼は文句なんで239年3世紀の弥生時代末期の話だ。邪馬台国の女王だよ。魏志倭人伝に載っていて、真魏倭王の称号をもらう。30余りの小さな国を従えるっていうのもポイントだ。3世紀で30余りだから覚えやすいと思う。とにかく卑弥呼は中国の魏と関係があったんだね。朝貢って言って魏に貢ぎ物を出したんだ。そしてその代わり銅の鏡、銅鏡をたくさんもらった。ってことでここの正解はアだよ。まあ、この国っていうのは中国の魏のことだろう。そしてここの王の称号名は真魏倭王だよ。ということで正解は出てしまったわけなんだけど、その他の選択肢も見てみよう。魏のこの国の正体はいいや。ただ仏教が伝来したってところから500年頃の古墳時代のことだろう。卑弥呼から300年ぐらい経ってるから卑弥呼は関係ない。で、この仏教を伝えた人たちを渡来人って言うよ。朝鮮から日本に渡ってきた人たちだ。彼らは仏教の他に数奇や漢字も伝えた。で次、ウはとりあえず卑弥呼じゃないってことが分かればいい。絵も同じだよ。ただ絵の内容は白村江の戦いだと思うな。白村江の戦いって何って思った人は動画説明欄から関連動画を見てくれ。とにかく今回は卑弥呼がアだってことが分かればいい。ってなわけで今回は以上。高評価とチャンネル登録を頼む。あとコメント欄に今回押さえたことを一つだけでも書こう。書くだけでも定着度が違うだろう。最後まで聞いてくれてありがとう。